もしかしたらその熱気が、まだこの会場に届いているのではないかな、そんな感じもするんですが、実は私、昨日もそのジョンオールスターの会場 MC をやらさせていただきまして、全国の各地からのチームが集まってまいりました。選手たちを目の前に思わず興奮してしまいましたけれども、今日もその興奮に負けないくらいの試合、ぜひともコースロードさんに展開してもらいたいなと思っております。そのために皆さんの応援が必要なので、よろしくお願いいたします。はい、まあ、新聞でも皆さんご存知の通り、新体制に入りましたコースロードさんの、監督がね、ジョアン・ドラゴスさんから、そしてチャン・ウェリョンさん、チャン・ウェリョン監督、前回もね、一度去年ですが、監督代行というような形がありますけど、今回もまさに監督という形で、ね、登場となります。もう負けは許されないということを、もうひしひしと彼の言葉から伝わってくるように、今日は絶対に負けられない一戦、しかも相手は今現在3位、広島とは勝ち点1差の